ですけど、はい、マクくんさん、こんにちは。こんにちは。あ、こんばんは。間違えちゃった。アンさん、こんばんは。ニーコさん、こんばんは。あれって早いな。すごい早い。マクくんさん、かわいい。ありがとうございます。とんでもございません。お、続々と来てくださってますね。すごい。タグ、ミッキーさん、こんばんは。こんばんは。ヤンジーさん、こんばんは。今日いつもと感じが違いますね。何が違うんですか？何が違うと思います？もったいぶってる。あ、前髪とメガネがないって。あ、すごい、ちゃんと見てくださってて。すごい。そう、前髪切っちゃいました。あの、振り返ってみれば美容院に行ったの今年の1月ぶりでした。バッサリ行きましたか？バッサリ行きましたね。あの、美容師さんに髪荒れてますねって。荒れちゃってましたか、ね、切りごとやったかな。どっちも可愛いです。ありがとうございます。どっちがいいですか？メガネかメガネじゃないか。さちこさん、こんばんは。こんばんは。どんどん来てくださってます。毎日ミカとミカコさん、ミカコさん、こんばんは。ミカオさん、すいません。こんばんは。ちょっと画面が遠いんですよね、今日は。そう、でもコンタクトなんですけど、今必死に見てました。どっちも選べない。うん、あ、どっちも選べない。どっちがいいかな。あ、もう21人の方が見てくださってます。嬉しい。21人、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではそろそろ今回のインスタライブ始めましょうか。はい、始めましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日なんですが、はい、告知でもお伝えした通り、川についてのお話をしようと思います。イエーイ。それでまだ私秋穂と舞子さん、はい、はい、ちょっとまだ幹部に入って私は数ヶ月、舞子さんは早くも1年。1年もうすぐ1年。なので1周年記念ですね。1周年。なのでちょっと川の、ね、お勉強をしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、代表のゆきちゃんにちょっと質問をさせてもらって、はい、はい、お勉強していきたいと思いますので。はい、大先生がいらますので、はい、目の前にいますので。皆さんも、うん、あの、このお話の中でこう疑問が出てきたら、どんどんその場で質問していただいてもいいですか？うん、はい、ハードル上げられた。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はレッスンということで、はい、ちょっと学校方式にやってみましょうか。うん、やったやった。では行きます。はい、ピリッツ。着席。こんなんでしたっけ、学生って。え、違った、違った。ごめんなさい。いや、多分こんな感じ。懐かしい感じで始まりました。本格的コントみたいって。コント。これは舞子さんのアイディアで、ちょっとすいません。やりたかったんでしょ。ちょっとやりたかった。はい、ごめんなさい。ちょっと凝ってみたかった。はい、というわけで今日は、うん、あの、授業を、川についての授業を始めたいと思います。イエーイ。イエーイ。では今先生と生徒の舞子さんがここにいますので、順番にあらかじめアンケートでいただいているものとか、
はい、私たちが働いてる中でこれってどういうことなのって思ったこととか、はい、はい、質問していきますね。はい、はい、お願いします。はい、では始めてください。はい始めてください。すごいハードル上がりましたね。ハードル上げられた。ギュンって上がった。やばい。はい、ではということで、はい、始めていきたいと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。あの甘味の商品買ったことがある人、ある方ない方これからって方も、これからっていう方も いると思うんですが、実際に買ってみて買うときやっぱり悩むじゃないですか。それは革製品以外でも、まあ、洋服だったり、あと靴とかね、靴とか正直難しいですよね、うん、そうですね、うん、あとはなんでしょう、オンラインで買うもの、家具とか、家具とか、まあ掃除機とか、うん、ピンポイントでね、いろいろ、まあ、製品について悩むじゃないですか、うんうん、で甘味でオンラインで買うとして悩むポイントとして、やっぱり色合いだったり質感だったり、カバンだったら重さとか、うん、あとサイズ感気になりますよね。ね、いろいろあると思うんですけど、いかがですかね、皆さん。お困りな方とか、こういうところで悩んでるよっていう人とかいますか？そう、今日はあの授業なので、どんどんあのゆきちゃん先生に聞いていきましょう。はい。私もあのお客さんとしてあの買うとしたら、やっぱり色とかサイズ感とか、あと色移りするのとか、いろいろ悩むと思うんですよ、うん、なので私も皆さんと一緒にあのゆき大先生にそうです、ね、一緒に今日学んでいきたいと思うので、皆さんあの何でもコメントで、こういうところで困ってるよとか、こういうところで、うん、あのちょっと聞きたいんだけど聞く人いないよとか、もしあったら、はい、ぜひこの機会に聞いてみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では早速ご質問。はい、はい、今コメントが、あ、コメント、あ、色は本当に悩みます。グレージュの色味が実物を見たことがないから本当にわからないですという声がありました。いい質問ですね。はい、実際あの色についてのお話、そうですね、聞いてみましょうか。はい、色は、うん、はい、これこういう感じでいいのよ。いいんですか。じゃあ私は気になったこと、はい、色でもすごいコメントがいっぱいいっぱいいっぱい来てる、ね、いっぱい来た。みんな気になることがいっぱいあるんですよね、うん、全て私ここでメモしてますので、うん、順番に進めていきましょう、はい、ありがとうございます。はい、コメントから答えていく、ね、そうですね、せっかくだから、はい、うん、じゃあ秋穂大先生に読んでいただきます。はい、はい、じゃあ先ほど のグレージュの色味が実物見たことないからわからないってことなんですけど、はいはい、やっぱりオンラインでの購入っていうことになると実物見られないですよね、はい、見れないですね。はい、でそれで載ってる写真とその実物が色が違うってことはあるんでしょうか。あります。すみません。すみませんが、これはちょっと怒ってしまうことがありまして、じゃあ実際その様子を再現してみます。はい、はい、じゃあどうしよう、いろいろ今設定をね考えてたんですけど、シンプルにいきましょう。いきましょう。はい、はい、これが前の、初期の方だね。初期の方のグレージュ、うん、グレージュ、はい、足グレー何でグレージュって言ったんだろう。大丈夫ですよ。アッシュグレーなんですけど、皆さん見えますか、色味わかるかな、うん、こういう色味、カフェオレみたいな、うん、ちょっとくすんでいる感じのくすみカラーみたいな感じですよね。そうですね、うん、でこの色に対して今のアッシュグレーがじゃん、こんな感じです。この差わかりますかね。だいぶ違うと思うんですけど、こういうことですよ ね、 ね、そうですね、前はこの色で、あ、これ欲しいって言ってきたのがこれみたいなっていうことですよね。そうですね、色味が違うっていうのは
オンラインで見た色味、写真撮った時はこれだったんですけど、はい、今作られてるのがこのお色だったみたいな、なんで、うん、みたいな、はい、うん、ことがあるかと思うんですが、はい、これはなんで起こるのかちょっと聞いてみましょう。お願いします。皮を作るタンナーさんっていうところに、まあ、皮を頼んでて、はい、一応最初にこう色味で作りたいっていうのを出して、まあ、頼んで作ってもらって、上がってきた最初に上がってきたのがさっきのキャンディー、はい、ガマグチロングの色で、はい、でルーフロングはもうこれを作ってからもう結構月日がかなり経って3、4年ぐらいかな、はい、立ってから作ったのが今こっちの色になっちゃってて、なんか一応その時ごとに色見本はつけてこれにしてほしいってお願いはするんだけども、うん、やっぱどうしてもやっぱ色を調合するのってすごい難しくて、なかなかちょっとブレちゃったりとかもあったり、あとまあ牛の皮を使わせてもらってて、その個体差がやっぱあって、うん、そういう元々のその皮膚の色がちょっと濃かったり薄かったりとかもやっぱ人間と一緒であって、うん、そういうのが影響したりとか、はい、まあ、あとは季節とかもやっぱ天候とか季節もやっぱ結構影響するみたいで、そういうのでやっぱ結構ちょっと職人さんも頑張って合わせようとはしてくれてるんだけども、なかなかちょっと合ってこなかったり、だん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 気づくと、年月だと気づくと、あれちょっとあれ色全然違うよってことがなったりとかがあって、まあ、つどつど修正はなるべくしてもらうようにはするんだけども、やっぱなかなかそこがちょっと難しいところで、はい、ちょっとすみませんしか言えないなってとこではあるんですけど、はい、まあ、なるべくそのオンラインに出すときに、まあ、こまめに写真はそのつどつどちょっと変わってきたらまた変えたりっていうのはちょっと気をつけて今やろうって言ってて、はい、今ちょっとあきほちゃんが頑張って写真を撮ってくれて、はい、それをどんどんアップするようにしてるんで、なるべくちょっとがっかりさせないように頑張りたいなと思ってるんですけど、はい、うん、そうですね、まあ、私たちもやっぱりこう日焼けしたりとか、うん、はい、まあ、色が白い人と、うん、やばい、結構焼けた人、日焼け跡あります、ここ。自転車焼け、自転車焼けあるんですよ、ね、だいぶ薄くなった。だいぶ薄くなった、わかる、わかる、ここで、うん、ここ映ったかな今、 ね、こっち明るい、こっち暗いでしょ。でもここに同じ色乗せようとしたら一緒の色にはきっとならないんですよね、うん、ならないですね、うん、そう、同じ時に作るロットだと同じ色で上がってくるんだけど、うん、まあ、うちの場合だとどうしてもその皮を作る時に、まあ、10枚だったり、まあ、多くても20枚、はい、まあ、10枚から20枚の間ぐらいで頼むようにしてて、それをちょっと何ヶ月かかけて消化していくって形で作らせてもらってて、うん、でそのロットが変わっちゃうとまた次のロットになっちゃうっていうのがあって、それでちょっとなかなか揃いにくいのもあって、本当はもっとねいっぱい100枚200枚とか作って取っとければ一番いいんだろうけど、そうだよね、なかなかそれがやっぱどうしても難しくて、うん、どうしてもそうなってしまうのがあって、まあ、だからなるべくその分オンラインとかで色味が分かるように写真を増やしてったりとか、うん、まあ、ちょっとしていきたいなっていう話は今もねさっきもしてて、うん、そういう風にちょっと考えてはいるんで、はい、うん、そうですね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、勉強になります、聞けば納得ですねっていう声が、 ありがとうございます、はい、確かにね、事情わからないとこう頼んでこれが載ってたのに、うん、こっちが来たってなったら、うん、なんか間違えちゃったんじゃないの、うん、とか、ね、なると思うんですけど、うん、でも日頃そういうお問い合わせ多いですよね、そうですね、やっぱり色って大事だなって、うん、あとオンラインの画像は大事だなって、うん、ね、オンラインの人はね、はい、オンラインの画像でしか買えないから、うん、ね、その分やっぱ写真とかをどんどんやっぱ新しいものに変えてったり、うん、ね、増やしていかなきゃいけないなっていうのは言ってて、そうですね、もう今あきほちゃんがね写真撮るの得意だから、あきほちゃんが撮ってくれるんで順次撮らせていただいてますので、うん、その一つの商品の中でもこう写真によってちょっと色味が違ったりすることがあると思うんですよ、うん、でそれがその色ブレっていうことで、うんうん、
ね、その移行期間こっちのものを作ってて、うん、で今こっちになってきてるんだけどっていう時、うん、両方乗ってたりしますよね、はい、うん、気になる時は聞いてくれれば、はい、あのどっちかなっていうの分かんなかったら聞いてくれれば写真撮って送ったりとかも、はい、できると思うので私写真撮らせてもらいますので、はい、ぜひお気軽に聞いてみてください。はい、色の違いも個性のうちでいいですねっていう、うん、はい、そうですね。そう、でも大量生産だとこの色の違いが出ないっていうことですもんね。そうですね、出にくいんですかね、やっぱりっていうことになると、少しずつ作ってるからこそのこういう少しずつの違いができてくるっていうことと聞くと、なんとなく、はい、あ、なるほどっていう気持ちになりますよね。ね、あ、私も、はい、はい、私も館に入ってからしか革のことがそんなに分からなかったので、もうは本当に入ってあの1年経つんですけど、まあ、徐々にその今10枚ずつ頼んでてねっていうところから、今ああそうなんだみたいな、はい、あそうなんだじゃないけど、なんかなるほどねって思いました。はい、勉強することが日々多いですよね。なんかその都度都度あの色作ってるっていうのが、うん、なんか当たり前のことなのかもしれないけど知らなかったのでもうなんか色が用意されてるってとしか、うん、あの想像つかなかったので、確かに勉強になりました。この絵を描いた時に絵の具で色作って、はい、同じ色作れって言われたらできなくないですか。いや、できないですね。できないですよね。そう考えると作ってる人の気持ちというか、はい、そういう悩みがあるんだなっていうのも分かりますよね。そうですね。はい、あ、いい質問が来てるんですけど、はい、その十数枚で作ってるって、はい、うん、さっきあの先生おっしゃったんですが、はい、1枚の大きさってどれぐらいなんですかって質問が来てます。あ、いい質問です。ありがとうございます。ちょっとまゆこちゃんが体を張って体現してくれます、はい、大きさはではちょっと画面が揺れちゃうかもしれないので、ちょっと動きますね。はい、ちょっと動きますね。はい、そしたら私がここから行きます。あ、ここ、はい、ここへ行きますか。はい、はい、じゃあここにちょっと動きますね。失礼します。目をつぶっててください、もしあれだったら。はい、行きます。私映ってますから。はい、まゆこさんが今映っています。はい、皆さんこちらご覧ください。で、横に映ってるのが牛さんの皮になっております。はい、牛さんの皮です。はい、はい、どのぐらい大きいのかな。ちょっとちょっと寝てみますね。はい、よいしょはい、こんな感じです。でまゆこさんは160センチですかね、はい、これ、うん、あの牛さんの皮ですね。で、そのまゆこさんが寝ている方が牛さんの背中？頭がある方が背中で、はい、こっちが頭、足が頭だね。ここのここが、はい、この辺が頭。この辺が頭。この辺が頭で、で、ここのまっすぐのこの線が、うん、これ、あ、わかりやすいかも。これがね、うん、背中を半分にスパンと切った線ですね。うん、はい。で、こっちの右側がちょっと映ってないかな。ここ、あ、映ってますかね。映る？そこが、はい、お腹、ここがお腹、うん、でちょっとたるんだりとかしてるんですよね、うん、ちょっとお腹側は柔らかくてシワもあったりとかして、首のところはちょっとトラっていうんだけども、うん、あのなんだろう、ちょっとシワ感、横じわみたいな、こうスースースーっていうのが、これも入ってるけど、あ、ちょっとしましまみたいな感じの模様が入ってたりとかしてて、ね、うん、こう一番いいのはなんだろう、この辺、この辺です。この辺、はい、この辺が、あの、すごい高級ブランド、エルメスとか、はい、名前出しちゃったけど、その高級ブランドはなんかもう そこだけを使って、あと残りは使わない、うん、からだから高い。ここはね、高級ブランドゾーンですね、うん、はい、そう、高級ブランドゾーンです、そこは。高級ブランド、そう、そこしか使わないで、反対になんかどこがダメなのかわからないぐらい綺麗な革でも、はい、一回見せてもらったことがあって、革屋さんで、はい、びっくりした。なんかすごい綺麗なのにどこがなんだろうってわかんなかった。他のところはもう使わないっていう、ね、うん、そう、だから高い、だから高いなりの理由がある。もちろん技術もすごいし、はい、高いなりの理由があるんだなってすごく思ったっていうか、はい、うん、あ、でかい、そりゃ色も違いが出ますよねっていう風に、うん、はい、おっしゃっていただいてます。確かに
ね、こんだけ大きいともちろんね染めるのも大変ですし、そうですね、これちなみにドロップツリーに使われてる革ですね、うん、ドロップツリーシリーズに使ってる革ですよ、はい、オイルが結構入ってるヌメ系の革で、はい、すごい革らしい革っていうか、こう素揚げで革らしさを生かした革、はい、なんか傷とかもちょっと目立つ時もあるし起きていいよ、起きていいですよすいません、タイミングを失ってしまって戻りましょう。はい、じゃあちょっとカメラ移動しますね。はい、はい、ありがとうございました、まゆこさん。体を張ったレポート。そう、多分そうですね。まゆこさんの布団になりそうだねって書いてくださってましたよ。やった。よし、でその写真をお見せしながら見えますか。はい、はい、あのね、さっきどっちが頭とか背中とか言ってたと思うので、はい、ちょっと丸をつけてみました。どうですかね、見えるかな？今見えてますかね？ちっちゃかったかな、うんうん、文字が。あ、でも見えます、ね、うんうんうん。今見えてますよね。はい。うん、そうそう、こういうことですよね。そうですね。うん、そうそう。あ、でもなんかちょっとこうやって置くとすごいリアル。うん、この向きだと分かりやすい。こう、分かりやすい。ね、ね、それは丸ってことですか？丸。うん、ありがとうございます。頭で足でちょっと分かりやすい気がする。はいはい。うん、確かに。あ、革の歯切れで同じ革でも質感が違うっていうのはそういうことだったんですね、うん、そうなんです。場所によってお腹だったり、はい、トナカはちょっと柔らかくて、うん、たりだったりとか、やっぱ背中側はちょっとしっかりしてたりとかに全然雰囲気が違うんで、はい、う確かに人間でもだってかかとの革とお腹の革とか違いますもんね、うん、かかとはやばいですね。かかとはカサカサかもしれない。そうですよ、角質が違いますもんね。うん、ちょっと例えば、このこういうちょっとなんだろう、はい、牛さんのこういう形に革を作ったりとかするので、こう抜き型をこう置いて抜いていくから、はい、まあ、四角じゃないから、そうですよね、どうしてもなんだろう、うまく抜かないと無駄なく使えないのがやっぱ命をもらって作ってるものだから、そうですね、そこは大切に使いたいなっていうのがすごく思ってて、なるべく無駄ないようにしたいなっていうのを思ってます。そうですね。うん、お肉として食べられた後のものも、うん、無駄なく使い切るのがいいですよね。うんうんうん、せっかくね生きて一生懸命生きてくれたからね、うん、そうですね、大切にね、はい、うん、使いたいですよね。であと1個ちょっと革の写真あるんですけど、お見せしましょうか。お願いします。はい、もう一つあります。今の牛さんの皮はこの牛さんを半分に、半面だけですよね、半彩っていう、半彩、うん、はい、半彩という牛の半分の皮です、うん、でもう一つ今からお見せします。はい、はい、あ、これ分かりづらかったかな、分かりづらいかな。え、でも見えてますかね。見えてる、見えてると思います。すごいなんかズームになっちゃった。あ、本当だ、これ見えますかね、うん、なんかね穴が開いていて、うんうん、もう一枚あるかな、ないか、でも分かるかな、大丈夫そうな、分かると、分かんなかったら言ってください。すいません、言ってください。すいません。これブログとかにも載せてる、うん、記事であったんですが、コブがある牛さんの皮なんですよね。はいはい、はい、で、あ、見えてますって。あ、よかったです、ね、上の方が頭で、でそのこの穴が開いてるのが首の後ろっていうことですよ、ね、首の後ろのところにコブがこうポコンって、あ、はい、牛さんで、牛さんで言うとその首のとこ、ここにポコンって、ここ、そう、そこにポコンってコブがいる牛さんで、コブ、はい、牛さんで、ちょっとちっちゃめ、はい、ちっちゃめな牛さんなんです、これは。うん、なので半分に切ってなくて、もうこういうことですよね、こういうこと、うん、そう、これは一等分っていうか、はい、一頭のまん丸、まん丸のまんま、はい、うんうん、頭、うん、の牛さんの皮を使ってるのがこれで、これはでももともとのサイズがちょっと小さめ、もともと小さめの牛さんだから一頭で一枚でこうくる、はい、うん、さっきの牛さんは結構、まあ、マイコちゃんの横に転がった通り、はい、すごく大きいから一枚できたらもうでかすぎて、ね、大変なことになっちゃう、大変だから半分でくる、うん、うん、確かにでかいですよね、うん、確かに、ね、これは僕のものとかに使われてる革のシリーズですよね。そうですね、この今画面上の革です、うん、の、はい、はい、あとですね、でじゃあ舞子さんのお顔に戻しますよ。はい、よいしょ、
いかがでしたか？顔初めて見た方もいらっしゃるんじゃないかなと、うん、ね、なんかね、どんな形してんだろうって結構みんな知らないから、はい、うん、思ったより大きかったっていう、結構大きいんですよ、あの牧場行くと結構で思ったよりでっかくないですか牛さんって、うん、うん、こんなに大きいとちょっと思わなかったけど、マイクさんと並ぶとすごい分かりますよね、うん、でもなんかそもそもの話が、うん、まあ、すごい当たり前なんですけど、はい、あ、川はあの四角じゃないんだって思いました。うん、そうなんです、牛四角か四角じゃないからね、ね、こういう形あるのにね、こういう四角だったらね、ちょっと怖いですよね、宇宙人みたいなあ、この間スマイルリュックを購入しました、うんうん、牛さんのお腹の皮はシワがあるんですね、オンリーワンをゲットしました、うん、ってことはお腹の皮が使われてるリュックをゲットされたんですかね、うん、うん、そうね、ちょっとお腹側だったのかもしれない、うん、はい、うん、届いたところにちょっとねシワが多いと、ね、そのお腹の方の皮だったっていうことですね、うんうん、はい、あ、切って売ってるのしか見たことないから貴重でしたね、なかなか見れないですよ、うん、ね、こう見るとやっぱり生きてたんだって思いますよね、ね、もうで大切にしたいとも思います、うん、ね、はい、では、もう一つ質問が来ていて、はい、染めてない皮を使うことってありますか？染めてないか、ヌメ側かな、はい、うん、こういったヌメ側を使うこと、これはまあ染めてないっていうか、まあ巣の状態に近い皮っていうか、うん、うん、こういうのは結構自分で色入れたりとかができる皮、はい、ヌメ皮は自分で染色したり色入れたりができるんで、うん、え、ヌメ皮質問です先生、はい、ヌメ皮なんですがこの色は牛さんの肌の色ってことですか？いや、じゃない、あ、じゃない、じゃない、じゃなかったです白ヌメとかもあるし、はい、うん、どうなんだろう、ちょっと詳しくは聞いてみないと分かんないけど多少染色してんのかな、あ、もしかしたら、でも一番なんだろう素揚げっていうか、うん、あの皮の一番なんだろう、あまり染めてないっていうか、そうお化粧されてない状態の皮、うん、あ、一番皮のそうすっぴんの皮かなと思う、すっぴんの皮らしいです、うん、へー、あ、ヌメ皮って何だろうと思っていましたっていう声がありましたね、うん、だからヌメ皮はすごい経年変化がやっぱしやすくて、うん、はいはい、よくなんか飴色になりますかってお客さんに言われるんだけども、うん、ね、ヌメ皮は飴色になりますカレーですね、うん、実際あの使ったものが、ね、あるので、うん、ごめんなさい、まやかさんいい、はい、やりますよ、ちょっと見ててください、だんちゃん見てください、見てますかね、こうやるとなんかオンライン感出ますかね、ね、こっちこっちみたいな、私ちょっと見よう、あ、でもこれ自分で見えてる画面と一緒なんですかね、お客さんの見えてるの多分そうじゃないかな、あ、大丈夫です、ちょっと見えてる、見えてるちゃんと、はい、これ一番飴色なのが何年ぐらいだろう、こっちか、もう20年ぐらい使ってたかな、結構20年近く使ってて、その次に色があれなのが、はい、うーん、何年ぐらいだろう、10年ぐらいかな、で上のが新品です、そっち、はい、そうそうそうです、元が上のやつですはい、今あの、うん、ね、新作で発売したティンブルのカードケースになってます、うんうん、はい、あ、元が上のやつってことですか、そうですそうです、そうです、はい、ね、すごい変化してますよねこっちとこっち比べたら、うんうん、ね、でこれもずっとその使っていくうちにこうなるっていう、特にあの染色とかしてないんですもんね、何もしてないでただ使ってたらいつの間にやらなってて、はい、どのくらいから色って変わり始めるんですか、どれくらいかな、でも結構早かった、あの使い方にもよってしまうかもしれないです、あのよくやっぱ触る機会が多かったりすると早いと思います、うん、確かによくこうやって肌とコスコスして、うん、あとなんか結構裏技的になんかオイルを染み込ませるとエイジング感が出て、エイジング感が出ていいっていうのを昔よくなんかやってる人がいたの、ヌメ皮のあのジパンの革パッチとかをなんかわざとワイルド感を出したいとか言って、なんかオリーブオイル塗りましたって人とかがたまに昔いた、ビーチみたいですね、オイル塗って焼こう、ね、確かにちょっとそうか、オイル塗って焼いて、はい、だ使えば使うほどやっぱ変化していくから、はい、そう人のその人の使い
によるかなとは思うけども、うんうんうん、そう考えると、まあ、一緒に暮らして一緒に助け合って生きてきて、うん、色が変わってくってなると一緒になんか育ててる感とか、うん、作ってる感とか出ますよね。確かにこれ私すごいあの就職祝いとかにいいなとずっと思っていて、良くないですか？新入社員の時はこの、ね、ピュアなお色 で初めてこう名刺交換とかしちゃったりこういうあそれを渡しちゃうそうでもね使い続けるごとに一緒にこう成長していくというか、うん、なんかそういうの素敵だなと今思ってました。ね、嬉しいこともあったり、うん、辛いこともあったり、ね、大変な日もあったのにいつも一緒にいてくれたのはこのティンブルのカードケース。まあ泣けてくる泣けてくるよそうなんです。ヌメ川って生き物みたいですねって。人間と一緒です ね。でもなんか使ってるごとに、はい、のがね、あの太陽の下行ったら日焼けしちゃうし。そうですよね、うん、年も取るし取るしシミもできるしシワもできる。もうそれがいいんですよね。ね、生きてる証拠ですね。うん、あ、もう一つ質問よろしいでしょうか。はい、はい、皮の部位によって柔らかさとかって違うんですかっていう。あ、そうですね、やっぱお腹のとこは柔らかい、うん、背中の方がちょっと硬い。お腹、うん、ここら辺ですかね。うん、やっぱ人間もお腹ちょっと柔らかいじゃないですか。そうですね、うん、確かに。お腹ってここですか、それともここですか。下かな、お腹は。ここはなんだ、脇腹ここはあの高級ゾーンじゃないですか。うん、あ、高級ゾーン、うん、その辺高級ゾーン、うん、うん、うん、戻しますね。はい、そしたらもうお腹ってここのことですかね。そうですね、そこはやっぱり柔らかいそうです。はい、うん、はい、じゃあ次何か質問はありますか。 あと色移り気になりますかとか。あ、そうですね、色移りについて、うんうん、はい、色移り、じゃあゆき大先生に聞いてみましょう聞いてみましょう。あの色移りはその皮に染めによって多少変わってくるのがあって、あの、うん、なんだろう、例えばあの、うん、とうちの皮だと、うん、とこのクマさん、クマの皮、はい、こういう皮だとこう顔料で染めてあって、こういう皮はほとんど色移りしないです、うんうん、こういう皮はほとんど色移りないですね。で反対にあのキャンディーとかの皮は素揚げの皮です。これですね。そうで、うん、キャンディーもバニラとかは顔料です。白は顔料じゃないと作れない色だから顔料です。で素揚げで揚げてる皮はやっぱ染料で染めてるので、あの普通に使っていただいてそこまで落ちるとあんまりあのないかなと思うんですけど、汗にはどうしても弱くて、あの顔料だったら大丈夫なんですけど、染料だと例えば汗かいちゃって、白シャツ着てる汗かいちゃった時にちょっと色が移っちゃったりとかはあるかもしれないです。なるほど、染めている原料の違いっていうところですね。なるほど。そしたら雨で濡れた場合、うんうん、キャンディーの素揚げの皮の、うんうん、あのカバンとか持ってたら色移りしちゃうかもしれない。あの、うん、そう、やっぱ濡れちゃうとやっぱ色がつきやすくはなっちゃうから、うん、皮があんまり雨で濡らさないでっていうのはやっぱそういうこともあるんだと思う。なるほど、うんうんうん、なるほど、なるほど、うん、あるのかなって。でも汗が一番弱い、汗には一番やっぱどの皮も弱い。なるほど、うん、確かに。皮だけじゃなくて、あのもちろんねジーンズとかでもすごい色移っちゃったりするから、うんうん、そう、あのジーパンはすごい反対に色が移っちゃうんで、はい、薄いバッグの時は気をつけた方がいいです。逆にジーパンの色が、逆にジーパンの色が、あの薄いバッグの色に移ります。あの気をこすりつけちゃうっていうか、あの、うん、バッグ持ってるとジーパンとこすれちゃって、はいはい、移っちゃって反対にあバッグ多くなっちゃったとかたまに聞きます。なんかイメージで思うのが、うん、バニラのリュックを背負っていて、うんうん、でちょうどお尻、あのなんでしょう、あのカバン の、うん、あの底の部分が、うん、あの背中の下らへんに当たっちゃってて、うんうん、
で気づいたら青くなってたみたいな、そういう感じですかね。そうちょっと青くなっちゃうことはあるかもしれないから気をつけた方がいい。なるほど、これはコツですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ他の質問なんですけど、はい、何かまゆこさんありますでしょうか。コメントきました今。あとカビがっていうのもさっきアンさんがカビは生えない、あれなんだったっけ、カビがってきてた。カビって生えるんでしょうか。カビは保存方法によっては生えちゃいます。しまい込むと反対に生えやすくなっちゃうので、できるだけ風通しがいいとこに出しといた方がいいです。使わない時もよくあるのはクローゼットとか押し入れにしまっちゃう、はいはい、袋に入れてしまっちゃうと、ね、カビが生えやすくなっちゃうんで、はいはい、やっぱ湿気とかにやっぱ弱いんで、そこはちょっと気をつけた方がいいです。でもせっかくね、はい、新しいお財布買いました、うん、特別な日に使います。で、うん、大切にしまっとこうと思って、ね、ついしまっちゃうんですよね。そうですよ ね、うんね、うん、やっぱり一番使ってあげるのがいいってことですかね。そうですね、うん、しまい込まずに、うん、外気に触れたり、まあ、普通に自分で自分の手で触れて使うのがいいんですかね、うん、そう考えると夏場って結構しまい込んじゃうと、そう湿気が多いから生えやすいと、靴箱とかによく靴入れっぱなしにしちゃうと、あカビがって時ある。あんな感じを想像してもらえると、あ、うん、でもその時も焦らずに、うんうん、使える洗剤みたいなのあるんですか。一応お財布はあんまり洗えないかもしれないけど、バッグとか物によっては、はい、まあ、洗える革洗える洗剤とかあったり、業者さん、はい、クリーニング業者さんがあるから、そういうところに頼むのが一番安心かなって。うん、うん、もしどうしてもの場合は、はい、うんうん、もしこれはっていうのあったら、まあ、インスタライブだけじゃなくて、うんうん、オンラインから質問していただければ、うんうん、私たちちゃんと確認してお答えしますので、うんうん、はい、はい、もし今まさにカビで悩んでる方いましたら、うん、いましたらぜひ神までお待ちしてます、はい、お待ちしてます。はい、バッグを購入した時についてる袋に入れて保存するのはどうなんでしょうか。いますかね。不織布の袋ですよね、はい、ごめんなさい、不織布の袋は、まあ、なんだろう、結構風通しがいいっていうかあれだから、うん、まあ、入れといても大丈夫かな。ビニール袋とかに入れっぱなしとかが、はいはい、まあ、良くないかなと。あとやっぱ湿気が多いところに置いとくのは良くないです。やっぱ通気性がいい、よかったら大丈夫ってことですかね。うん、そうね、うん、はい、うん、なるほど、なるほどです。ありがとうございます。カビは絶対避けたいですね。本当に、で怖いですね、うんうん、健康状態今ね、うん、私たち人間にもね、よくない、害があるものですから、うん、あ、ゆきさんこんばんは、遅くなりました、お待ちしてました。今日はレッスンをしております、川についてのお話です。はい、はい、途中から参加された方も不明点あればいつでも、いつでも、うんうん、はい、防虫剤を入れたりするのはいいですかって。あ、防虫剤、防虫剤どうなんだ、入れたことはなくて、でも、うん、革専用かどうか分かんないけども、カビになんかいいみたいなのが革のその材料屋さんで、ワサエースっていうなんかわさびを、わさび、そう、わさびを主成分としたなんか防虫剤的なものがあって、一応うちで保管するときはそれ入れてます。あ、カビにいいって言うんで、でもなんかすごい本当にわさびで、はい、誤ってそれを触った手で顔とか触っちゃうとすごいツーンって顔が痛いとかなって、すごいちょっと大変な騒ぎになるから扱い気をつけなきゃいけなくて、本当にわさびの匂いがツーンってするから、ちょっと本当危険な、触った手で顔とか触ったり目触ったらもう最悪、ね、泣く涙が止まらなくなってしまうっていうのがあって、それを結構使ってる。なるほど、わさエース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 、気になる方は調べてみてください。わさエースらしいです。まゆこちゃんのメガネコンタクトで盛り上がってますよ。あ、今日の山本さんは、今日の山本さんメガネはつってしたら、コンタクトらしいですよって答えてくれて、ありがとうございます。すいません、説明していただいてる。ありがとうございます。かわいいって質問です。
コンタクトとメガネはどっちがいいですか？個人的な質問を今多数決で多数決で次回のインスタのところでそこまで悩むの？あのはい、あのそれその結果に応じてあの顔が変わりますね。はい、では次の質問です。はい、次の質問は先ほどちょっとコメントにも書いてもらったと思うんですけど、うんうん、やっぱりオンラインとその実際の色が違うっていうのは、うんうん、私個人的な意見かもしれないんですけど、やっぱりオンラインを頼りにして買うしかないんですね、うんうん、でそのロットブレっていうのも、うん、やっぱりこう10枚ずつ頼んで、でその頼むたびに職人さんが、うん、絵の具みたいに毎回色を作って、うん、やってるっていうのは分かるんですけど、うん、どうしてもお願いです神さん色はなんだろう、なんだろう何ですか分かんなくなっちゃった。色は、うん、やっぱりオンラインとあまりブレてないのがいいんです、うん、でも、うんうん、やっぱりそう対策として、うんうん、色見本とかあったら、うん、すごく購入者側からしたら助かるなって私個人的に思ったんですけど、うんうん、そういうのってあるんですか？対策、色味対策、まあ、色見本だったりなんか、うんうん、色が分かるものというか、色が分かるもの、なんかディスプレイだとやっぱどうしてもその人の環境によって、うん、そうですね、見る人の環境結構ブレちゃうから難しいなと思ってて、うん、ただそのちょっと見てみたいですっていう場合に革のちっちゃいサンプルとか送ることはできるんですけど、ただ問題はうちの場合は商品をある程度作って倉庫にお預けしてて、そこで保管してもらってるから、はい、今うちに在庫してる革と倉庫にある革は同じロットかどうかがわからないっていうのがやっぱなかなかちょっと難しいところで、せっかく送ってこの色ですと思ったのに来たのが違うってなったらすごい申し訳ないから、そこがやっぱすごい、うん、ね、なんかどうすればいいんだろうっていう話は、ね、さっきちょっと ね熱く語り合ったんだよ ね、はいはい、ね、そう熱く語り合ったんですけど、やっぱ大変ですよね、うんうん、大変っていうかどうすれば一番いいのかっていう、うん、やっぱドラえもんですかね。ドラえもん、ドラえもんがどこでもドアでこれですみたいな、ねえ、ね、本当ね、迷いもんが持っていきたいだけだねどこでもドアがあったらなとか、ね、どこでもドアがあったら迷いもんをお届けするんですけど、うん、ね、確かに色見本があったらいいな、うん、ね、黒と足ブレで1ヶ月ぐらい迷いました、うん、確かに色は迷いますよね、うん、そうですよね、うん、そうなんです。ただそう革見本を送りしたいけど、ちょっとその今あるものと違ったりしたら反対に申し訳ないなっていうのもあって、そうです、ね、ご要望があれば送るから全然ね、はい、送るのは、そうですね、うん、送ることはできるんですけど、その倉庫にあるものと色見本の色が合ってるかどうかっていうところが心配ってことですよね、ね、なんかそれをなるべく不安にならないように、うん、やっぱり写真を増やしていくっていうのが大切なのかなって、やっぱね、うん、お客さんはやっぱその見る方、買われる方はオンラインの情報だけがやっぱ頼りだと思うんで、うん、はいはい、そこをなんかがっかりさせたくないので、ちょっと写真をどんどん増やしてって新しい情報に変えていくのがやっぱいいのかなっていう話をしてて、ちょっとそれをやってみようかっていうことになりました。はい、頑張って写真撮りますので、うん、はい、また質問とかその、うん、どうしても色見本が欲しいなって方はお問い合わせくださいね、うん、はい、では他に質問はありますか？ありますか？コメント来てます、ね、めちゃくちゃメガネとコンタクトで盛り上がってたけど、めちゃくちゃ盛り上がってたよ、みんなさん。今日は革の話なんで、メガネとコンタクトじゃないんです。マイコさんが聞いたんですよ、どっちがいいか。ねえ、自分で聞いといてね。一番気になってたんだよね。気になってたんですね。すみません、申し訳ない。今のところは五分五分ぐらいで。五分五分。はい、皆さんどっちもいいっておっしゃっていただいてます。迷いますね、次のインスタライブの。はい。はい、では、次の質問なんですが、はい、私ちょっと質問してもいいですか？はい、お願いします。はい、ちょっと
使ってるとあの皮ってこう色が濃くなっていくイメージがあるんですけど、うんうん、でもこの色がちょっと薄くなってる場合もお客さんのものを見てるとあるんですよ、うんうん、それの違いって何があるんですかね、うんうん、今までお店で、まあ、お客さんがちょっと色が薄くなっちゃってって持ってこられたりすることがあって見させてもらってるんですけど、大抵ちょっと乾燥してます皮が、うん、ってことが多くて、乾燥すると結構なんていうか白っちゃけちゃうんですよね。白っちゃけちゃって色が薄く見えるっていうのがあって、なんでちょっとこう乾燥しがちだとちょっと色が薄くなってしまうのかなと思うので、やっぱちょっとその持ってきてくれたらもうその場でお手入れしてあげると結構生まれ変わるじゃないですけど、鮮やかになります。急にあなんか随分変わったってやっぱ皆さんびっくりされるんで、はい、あこうなんか全然違うねって言っていただくことが多いんで、はい、うん、なるほど。やっぱケアも、もうでもすごい夢中になってね、うん、なんなくてもいいかなと思うんですけど、はい、うん、でもそうやっぱちょっと乾燥してるかなって時はちょっとやってあげるとやっぱ全然、うん、生き返るというか、うん、本当にもう自分たちも喉乾いてるとめちゃくちゃゴーゴーポ飲んじゃうじゃないですか、うん、ああいう生き返ったあの感じになります。皮が化粧水をどんどん吸っちゃうみたいな感じで、うんうん、そうなんですよ。冬はね乾燥するから特に、そう皮も一緒なんですよ。冬は特に乾燥するんで、うん、カサカサしちゃうんで、うん、ちょっと栄養を与えてあげるとやっぱすごく皮が生き生きとします。はい、うんうん、実際なのお手入れまだしたことない方もいるかなって思うんですけど、カンミはお手入れセットも販売してまして、うん、よかったらじゃあどんな感じでお手入れするのかっていうのを今回見せていただくことはできますかね。やりましょう。やりましょう。お願いします。実際私が今使ってるお財布こちらなんですが、キャンディールーフの親子なんですが、こちら私一回もまだお手入れしていないので、ちょっとこちらをお手入れの見本として参考にしていこうかなと思います。はい、はい、失礼します。じゃあ、はい、はい、ではまず、ゆき大先生に聞いてみますこのキャンディールーフ親子がまぐちのお手入れ方法を教えてください。教えてください。ビーズエイジングオイルかな、これですね、うん、これですね。これ蜜蝋が入ってる、はい、オイル状、オイル状っていうとオイル液状ではないんです。なんていうの、ワックス、うん、バームみたいな感じ、うん、みたいな感じでちょっと蜂蜜の匂いがするんです。うん、いい匂いがするんです。ちょっと本当に蜂蜜みたいな感じの匂いがしていい匂いで、いい匂い、うん、それをちょっとこうブラシに少し取ってあげて、はい、指でいいです。私指でやっちゃってます。指でやるとちょっと溶けるからそれもいいのかなと勝手に思ってるんですけど、これくらいでいいですかね。うん、そうですね、ちょっとで大丈夫。ほんとあんまつけすぎるとベタベタしちゃうから、もうちょっと少なくてもいいかも。もうちょっと少ない、もう半分ぐらいでもいいかも。戻すか、戻してください。長持ちしますね。うん、うん、ちょっとでいい。それをちょっとブラシにこう指でなじませてください。これをブラシになじませる、うん、はい。そんなことしたことないですよね、皮持ってないと、うんうん、ね、したことないですね。そう、今ブラシでガシガシするのがまだ怖くてできないって意見が、今コメントが、うん、あるんですけど、ゆうこちゃんがしてくれるのでしてくれます、はい、はい、したらした、そしたらまずそのルーフを持ってもらって、はい、なんていうか傷がこうちょっと見えづらいと思うんですよ。縦にはちょっとこうきっかけ傷がちょっと入ってるんです。そしたらその傷に対して90度に、違う、それはじゃあそうそっちごめん、横で縦だったら横に磨く、そう、うん、そうあ横にちょっと、そう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 、そういう風に磨くって、うん、もうガシガシやっちゃってください。ガシガシガシとやっても全然平気です。やっちゃってください。結構力込めてやっちゃって大丈夫です。おー、これね最初するとき怖いですね。そう、最初なんかブラシで傷ついちゃうんじゃないのとか多分思われるかなと思うんですけど、意外に大丈夫なんです。うん、変わったかな。うん、今頑張って磨いております。そうすると傷がね目立たなくなると思う。どうですか、どう、わかるかな、違いわかるかな。でも私横で見ててすごいなんかツヤっと均一になったなっていう感じがしますね。うん、裏と表、今こっちが磨いてない方で磨いたのがこっち、
どう、ツヤツヤ感が全然目立たないですよね、うんうん、磨いてない、あそう磨いた、でうちで持ってきてくれたら、うん、このビーズエディングオイルで磨いちゃうんですけど、はい、あのその皮によって合う合わないがあって、うん、このオイルの場合はキャンディシリーズとかはこのオイルもすごく合うんですけど、他の皮だと反対にシミになっちゃったりすることもあるんで、はい、あのまうちのケアセットではデリケートクリームって言って結構万能に何にでも合うものをつけてあげてるんですけど、違いとしてはこっちは水溶性、はい、でこっちは、オイルが入ってるから、はい、その違いがあって、はい、うん、はい、こっちの方がもう何にでも使えるよっていう感じの、うん、こっちの方がシミ、あのまあ本当水溶性で化粧水みたいな感じだから、ジェル状っていうのかな、あの、はい、オールインワンゲルみたいな感じだから、あの結構何にでも使いやすいのはこちらで、なんでそれで一応ケアセットにはこっちつけてるけど、はい、キャンディルーフの場合とかは結構オイル系を塗ってあげると、なんだろう、結構ツヤが出ていい感じになるんで、うん、うちに持ってきてくれた場合は結構ビーズエイジングオイルでお手入れしてあげることが多いです。でもどっちでも大丈夫です、はい、うん、なのでもうこの自分の持ってるお財布どっちが合うの、うん、とか、はい、これ使って大丈夫っていうのがあればお気軽に聞いてください、うんうん、そうですね、聞いてください、はい、聞いてください、うん、で悩んだ時はあとスプレー、うん、あ、うん、あの分かんないとか、もうちょっとどれ使っていいか分かんないって時はこのコロニルの1909のプレミアムプロテクトスプレーっていうスプレーが、あの防水効果もあり栄養も一緒に与えてくれるスプレーなんで、はい、これは結構何でも使いやすいので、ちょっと怖いなって時はスプレーをかけとくのが一番です、はい、スプレーしたことない人のためにちょっとやってみますか、やってみましょう、はい、ではちょっとシンナー臭いんで気をつけてくださいね、お部屋の中でやるときは、あの、はい、あの窓開けて、これあの、はい、やってみます、うん、これまいこちゃんの私物バッグです、バッグ、はい、カバンなんですが、じゃあまず先生教えてください、使い方を教えてください。まず振ってから、ちょっと30センチぐらいかな、離してもらって、こう、もう、うん、それくらいかな、あ30センチ、まあそんなもんかな、離してもらってこう、あ、じゃあちょっとバッグを持つ持つから、あのふわっと、あのふわっと全体にかけて、あ、これくらい、あ、そのくらいで、はい、でふわっとかけて、あの全体にごめんなさい、顔にかけて、バッグにかけてください、バッグにかけて、私にかかったよ今、あのゆきちゃんが、あの今ちょっと被害に遭いました、申し訳ないです、ちょっと30センチぐらい離して、上すぎたバッグとかお財布にシュッとしてみてください。ハプニングもありましたが、ハプニングもありました、わかりましたかね、うん、うんうんうん、やばい、まいこちゃんが綾瀬はるかに似てるんじゃないかって、あら、綾瀬はるか、やばい、あら、嬉しいね、皆さんスプレーの話聞いてました、聞いてますよ聞いてますよね、綾瀬はるか似てないですよ、それは綾瀬はるかさんに申し訳ない、謝っときます、すいません、ちょっとだって、ちょっと、ちょっとですそして皆さんありがとうございます、ありがとうございます、前髪だからかな、髪型のあれですか ね、 ね、今度お財布買ったらお手入れセットも買おうと思いますってことで、 ありがとうございます、はい、ぜひぜひ、ね、セットにもなってるのもありますし、ね、お店に来られる方持ってきてくださったら、はい、あのお手入れしますし、お店で買われた場合はその場でスタッフが、はい、あのお手入れしてから渡ししますんで、はい、あの初期のお手入れ、はい、してから渡しするんで、はい、うん、ということで、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、まあ、なんか分からないことあればもうお気軽に聞いていただいて大丈夫です、うん、はい、時間があれだね、そうですね、あと 5分くらいになっちゃいました、あっという間ですね、はい、本当に、確かに他に質問はありますか？他に、うん、迷う女子校みたいなノリですね。もう女子しかいないので今ここに。そうですね。じゃあ聞いてみます。はい。いいですか？どうぞ。はい。やっぱりこういうお財布とか、やっぱホックとか金具がついてることが多いと思うんですが。もしこういう金具とかが、まあ、
取れちゃった、使い始めてすぐに取れちゃった、うん、で、あー悲しいって思ってる時に、あの管理に電話して、ちょっとこれ新しいのと交換したいんですけど、まだ買ったばっかりでって言った時に、新品と交換ってできるんですか？まずはもしそうなったらまずすいませんです、はい、申し訳ないっていうのがまずで、基本は修理でお願いしていて、まあ、なぜかというと、まあ、一点一点、職人さんに作ってもらってるので、ちょっと、まあ、無駄、こちらがもちろんいけないんですけど、まあ、無駄にしたくないっていうのもありますし、大切に作ってるので、その分大切に修理し、きちっと修理して、まあ、お返ししたいなっていうのがあるので、きちっと修理させてもらって返すって形を一応取らせてもらってます。もちろ ん, なんかもうさ開けたら破けちゃってたとか、そういうの場合はもちろん交換しますし、はい、服とかは、気をつけて、こちらも検品で、ね、何回もパチパチやってるんですけど、どうしても外れてしまう時がたまにあって、はい、まあ、そういう時はもう本当に申し訳ないんで、まあ、帰りに会社からのご連絡いただいて、そしたらこういうふうに送ってくださいって方法をお伝えするので、送っていただいたらすぐ直してお戻しするようにするので、はい、うん、確かに、すみませんが言ってください、うん、すぐ取れちゃったとかいう場合は言ってください、はいはい、うん、やっぱりね、職人さんがこう一つ一つ丁寧に、はい、手作りしてて、うん、やっぱりね、それも大切にしたいっていう思いから、うんうんうん、その新品、うん、じゃなくて、それをお直しして、うん、せっかく選んでもらったものをお戻しするって感じですかね、うん、そうですよね。しかもやっぱりさっきお見せしたように、皮はもともと命なので、うん、はい、それを無駄にするのも、そうですね、はい、うん、なるべくやっぱどうしても一度使われちゃうものだとまたあれじゃないですか、販売できないってもちろんありますし、はい、ね、中古で販売とかももちろんできる、うちはしてないですし、うん、それでやっぱ愛着持って買ってもらった分、うん、きちっと修理して戻してあげたいなっていうのもあるので、一応そうさせてもらってます、はい、すいません、もしそういう時は言ってください、はい、はい、ですね、ありがとうございます。あと3分ぐらいになっちゃったんですけど、早い早い、ちょっと皮の傷についてのお問い合わせがあったかと思うんですが、うん、はいはい、はい、それについてちょっと伺ってもいいですか？はい、ちょっとお見せ、写真お見せしてもいいですか？一瞬、はいはい、お願いします。見えてますかね、こんな感じで、これさっきのティンブルのケースですね、なんですけど、ちょっとなんか擦り傷みたいな感じにピッてなってるところが、赤い丸のとこあると思うんですけど、はいはい、こういう革って不良品とかなんですか、それとも正規品なんでしょうか？なるべく避けるようにはしてるんですけど、どうしてもやっぱちょっとその入ってしまう場、多少だったらちょっと入れさせてもらってて、できたら一応正規品でっていう形で お願いはしてるんですけど、はい、うん、じゃこれがなんでできてしまうのかっていうのをちょっと私たちも知らなかったので、はいはい、知らなかった、はい、今さっき教えていただいたので、はい、はい、ではなぜできてしまうのかというのをちょっと動かしますね、はい、こちらで、こんな感じ、はい、今まゆこさんが再現をしたいと思います、はい、あと2分になってしまいました、はい、ではやってみましょう、はい、牛さんです、牛さんがこのために買いました、はい、牛さんの人形牛さんがこうやっているわけですよ、はい、うーん、眠たいなって、はい、でハエがプーンって飛んできて、ブーってなんかするんですよ、うん、で牛さんが、うん、かゆいぞってなって、はい、でこれをフェンスだとしますね、はい、かゆいぞってなって、あ、フェンスがある、ゴシ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 みたいな、なるほど感じで、はい、今のがなぜ傷ができるかというところです。今多分この辺りに傷が、はい、この辺りに傷、それで治った後だったり、はい、虫に刺されちゃった後、はい、だったりとかですね、確かに、うん、でもやっぱ人間もニキビ跡とかありますもんね、うん、ね、いっぱいある傷跡とか、うん、はい、ということで、もう全くね、ま、傷がない人間なんていないので、うん、一緒で牛さんもいないので、うん、目立たないところはそういうふうに使わせてもらってるっていう形になります、うん、ね、はい、うん、では今日のレッスンはいかがでしたでしょうか？いや、とても私は勉強になりました、はい、私もです、はい、そう、またね、何回かにわたって復習したり、またレッスン
受けさせてもらったりしたいと思うので、はい、今日は第1回目としてそうですね、はい、また気になることとかあったらどんどん質問してください。はい、はい、でのところであと20秒なので、はい、締めくくりたいと思います。はい、はい、では今日は皆さんご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またおまけ動画も YouTube にアップしますので見てください、はい、よかった、自分で終われた。